ミセスグリーンアップルの PV がミュージックビデオが差別的だって言われてダメだったみたいですね。謝罪。しかも公開停止ですね。3人組ロックバンドミセスグリーンアップルの新曲コロンブスのミュージックビデオが公開停止になったことを受け、メンバーの大森さんが、大森元気さんと公式サイトで謝罪したと。いや、僕もだからこれを受けてね、見に行ったんですが、全然見れないです。全然ないですね。コロンブスミュージックビデオに制作にあたる年代別の歴史上の人物、類人猿、ホームパーティー、楽しげな MV というキーワードを初期構想として提案しました。類人猿が登場することに関しては、差別的な表現に見えてしまう恐れがあるという懸念を当初から感じておりましたが、類人猿を人に見立てたなど意図を全くなく、ただ年代の異なる生命がホームパーティーをするというイメージをしておりました。しかしながら意図とは異なる伝わり方をするかもしれないと思い、スタッフと確認し合い、事前に特殊メイクのニュアンスを、衣装、演じ方のフォローを監修をしていたつもりではおりましたが、そもそもの大きな題材として不快に思われた方々に深くお詫び申し上げます。決して差別的な内容にしたい、悲惨な歴史を肯定するものにしたいという意図はありませんでしたが、上記のキーワードが意図と重なる形で線で繋がった時に何を言うと、あれ、まあ、なんかそういうふうに謝って、コロンブスの卵というキーワードから制作に取り掛かった。ワクワクできる映像にしたいという気持ちが失敗したってことね。歴史的時間軸は所在せず、存在せず、類人猿も人の祖先と描きたかった。それでホームパーティーをする。それはありえない話であり、あくまでフィクションとしての映像だ。ある事象を歴史的彷彿とさせてしまう MV であったことは、真摯に受け止めて猛省しております。まあなんかそういうのがあったのよ。でもね、いや、なんかね、もっと、そんな風に受け止められてないんじゃないですか。批判が殺到して、大炎上。なんか見れてないんですけどね。先住民の猿の着ぐるみを表してコロンブスがその猿に文明を学ばせたり、侵略者に乗った車を引かせて、だから車を引かせてるらしいんですよね。模写になって。なんでゴーサインが出たんですか？信じられないと、この猿と。猿の着ぐるみを着た出演者がピアノを教えるなどの文明を学ばせるようなシーン。また、猿の着ぐるみを着た出演者に人力車を引かせる様子も描かれた。コロンブスによる教科と奴隷扱いを正当化していると物理を醸した。まあ、逆に何ですかね、僕はそのミセスグリーンアップルさんをかばうわけではないんですけど、こういうのって、PV ミュージックビデオを作るディレクターが考えるんですよね。本人たちが考えるわけではないですよね。なんか有名なこれを撮りたいって言った監督がいるんですよね。で、提案されたんでしょうね。だってミセスグリーンアップルがこれをやりたいとか、こんなものを作りたいっていうわけではないです。それはアーティスト大体全てにおいてそうなんですけど、これぐらい売れてると、じゃあ有名な監督に頼みましょうよってことになって、その監督がこんなのいけてますよとかなんか提案してくるんですよ。それが失敗するパターンって、僕は制作会社にいてミュージックビデオをよく作ってたんでよくあるんですよ。そのパターンなんだろうなと思ってますけどね。だからこれを、このボーカルの、なんで、大森さんでしたっけ？に謝らせるのってどうなんかなと思いますよね。これミュージックビデオを作った監督が謝った方がいいんじゃないですかって僕は思いますけどね。なんだろう、ミセスグリーンアップルがコロンブスっていう曲を書いたとしても、奴隷のことまでは考えてないでしょうと思います。多分コロンブスっていうことだけを聞いて、その、これを作った監督が膨らましたんでしょうっていうふうに僕はそうしか思えないですけどね。